スノーマン、紅白出たくない、出ようメンバー間大議論家、決別宣言の目黒連は、9人が決める出場の行方。9人組の大人げグループ、スノーマンが揺れている。10月30日に発売される4作目のアルバム、レーズ。16日にスノーマンの YouTube チャンネルで同作品のプロモーション動画が公開されると、中国のネットで疑問や批判の声が巻き起こり、その後、動画は公開停止となった。 中国から怒りの声が上がった理由は、プロモーション動画内に、旧日本軍の軍人名が刻まれた日本刀が映し出されるシーンがあったため、所属レーベルであるメントレコーディングは、SnowMan の公式サイト上で敬意を説明し、ご覧になる方への配慮と我々の認識が不十分であったため、映像内に収録されたまま公開されることとなりましたとし、SnowMan ンメンバー、そして何よりご不快な思いをされた皆様に対してだったオンラインイベントも中止となった。 グループには火はないが、海をまたいだ炎上沙汰で揺れたスノーマン。そんな彼らは今、別のことでも揺れているという。それは、2ヶ月と小レーベルとして深く謝罪するとともに深く反省しております、と謝罪している。事態を受け、同日に予定されていた、メンバーのラウール、21、向井浩二、30、佐久間大輔32が出演予し後に控えている、大晦日の、 第75回 NHK 紅白歌合戦。9人は果たして出場するのか